後藤町停留場は、長崎県長崎市元船町にある、長崎電気機動本線の路面電車停留場である。駅番号は28、1号系統、2号系統が停車する。当停留場は1915年、裏後藤町停留場として開業した。第一期線の開通と同日のことである。後藤町に改称したのは1936年。 太平洋戦争下の1944年には、急行運転の開始により一旦廃止されるが、翌年営業を再開した。古東町停留場は、平洋軌道区間にあり、道路上にホームが置かれる。ホームは2面あり、南北方向に伸びる2本の線路を挟んで、向かい合わせに配置される。線路の東側にあるのが、新地中華街方面行きのホーム、西側にあるのが、 長崎駅前方面行きのホーム。両ホームへは北側にある横断歩道を介して出入りする。長崎電気の調査によると1日の乗降客数は以下の通り。長崎市中心部にある停留場だが利用者は比較的少ない。オフィスビルが立ち並ぶ長崎市の中心部。停留場が置かれている国道202号は市内の幹線道路である。 隣の長崎駅前停留場との間には、路線の開業より、軌道専用橋が架けられていた。橋は1949年に道路を拡幅、軌道を移設した際に道路との併用橋となっている。a b c d e f g マオ2 0 0 9 P57、ABCDE 電ぐり、アンド宮川2000、P57、100年市、P129、100年市、 P128、パクリ2 0 0 P 百 P156、a b e 百年史、P130、ABC 川島2013、P48、ABCDE でんくり2000 P34、四百年史、P124、四百年史、P117。ありがとうございます。